皆さんこんにちは。 UAB 代表のデンです。 UAB インストラクターの山田です。で本日はこちら G&G の最新電動ガン、せーのドン、こちら SSG1 の UAB モデルをレビューしたいと思います。思います。それでは早速開けていきましょう。開封ですね。はい、ドン、せーの、はい、ドン。じゃあまずは、こちら使用書というんですか、説明書ですね。説明書とこれ入ってます。こちら、G&G アーマメントさんの弾速証明書、こちら、まあ、海外製なのでね、はい、安全ですよっていうのが書いてあります。はい、あと中身がこちら本体と、あとこちらマガジンですね。はい、あとこちらですね、クリーニングロッドと BB ローダーも入っていました。今回この SSG1 ですけれども、はい、UAB モデルということですけれども、はい、何かきっかけとかあったんですか？これきっかけなんですけど、UAB の大会でですね、新木場スタジオコーストで UAB2 というイベントをやったんですね。大会をやった時にですね、はい、G&G さんが、スポンサードをいただいて、出展とかしていただいたんですけど、その時にG&G さんがですね、 UAB のプレイヤーが使ってる独特な形状のエアガンに非常に興味を持っていただいて、 G&G さんからそういうようなモデルを作れないかというようなね、お話をいただきまして、はい、で、G&G さんとコラボという形で UAB が監修してこのエアガン SSG1 を、コラボさせていただきました。一応 M4 ベースですか？そうですね、はい、はい、で、まあ、ちょっと奇抜というか、うん、確かに、はい、という形ですけれども、はい、なんか誕生秘話とか聞かせてもらえる。ああ、なるほど。そうですね、まあ、UAB のプレイヤーたち基本的に、まあ、M4 系使ってる方が多いんですけど、まあ、G&G さんが大会を、見てくれた時に一番興味を持ったというか、はい、独特の形状をプレイヤーたちがしたのがやっぱりストックだったんですよね、はいはい、でストックを、まあ、下げていたりこのように曲げていたりっていうのをプレイヤー個人個人が一生懸命考えてやってたことに、まあ、すごい G&G さんがなんでこういう形をしてるんですかっていうところから入ってですね、で実は僕、G&G の、社長さんとお話しさせていただく機会がありまして、こういったストックの形状がなんで、UAB プレイヤーをやっているのかとか、そういうことを説明していただいて、すごい興味を持っていただいて、じゃあここは必ず再現しようということで、しっかりこういうふうにメーカーさんが作ってくれました。じゃあまずですね、こちら外観の説明していきたいと思います。はい、まず外観としてはこちらのストックパイプと、ストックパイプ、アウターバレル、アウターバレルと、あとハイダーですね。はい、ハイダーがアルミ製となってます。これがアルミ製ですね。はい、はい、そうですね。アルミ製で、他のものはですね、全部、強化樹脂、強化樹脂、はい、そうですね、軽くて強度いいやつですね、となってます。はい、で、あと中身としては、MOSFET、 MOSFET、はい、と ETU、 はい、あとモーターが25,000 回転のイフリートモーターが入っています。はい、こちらの中ですね。はい、あと全長がこちら701mm、 これが 701mm ですね。はい、まあ、70cm ですね。はい、とあと重量が 2.1kg、 2.1kg、 はい、こんな感じです。 2.1kg、 軽いです。はい、あと刻印ですね。こちら CM、コンバットマシンの刻印と、あとですね、アンビのマガジンのマガジンキャッチですね、アンビマガジンキャッチがついてます。あとボルトリリースとセレクターがこちらの面についてます。こちら側はマガジンキャッチボタンと、あとセレクターはアンビではないのでこちら側にはついていません。あとこちらですね、フラッシュハイダー、アルミ製のフラッシュハイダーはこちら上下にレールがついていて、まあ、光学機器や、カメラなどですね、載せることができます。チャージングハンドルを引くと G&G の刻印が出てきます。また、ボルトが途中で止まるので、このままドラム式のホップダイヤルが操作することができます。こちらはボルトリリースボタンを押せばボルトが戻ります。あとこちらですね、マガジンの、はい、シースルーになっているので、はいはいはい、残弾数が確認しやすいと、うん、マーキングも入ってるので、ちゃんと、あ、入ってますね、30発とか入ってるので確認しやすいのと、はい、あと抜くとこちらですね、
マガジンのフォロワーがしっかり出て最後の一発まで球団できる、はい、ということになってます、はい、これいろいろ入ってるんですけど、はい、これ50発の刻印って珍しいと思うんですけど、これなんか理由あったりするんですか。あ、今ですね UAE1、はい、まあ1対1ですね、1-1ですよね、はいはい、1対1の大会が50発制限になってるので、それに合わせて50発のメモリがついてます。一応相談数は105発となってます。皆さんこちらは、はいはい、バッテリーはどこに入れるんですか。あ、これバッテリーはですね、ストックチューブに、しっかり入るようになってますので、ちょっと見せてみましょうか。山田さん、ちょっと入れてもらっていいかな。はい、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 じゃこれ持っていいか。はい、お願いします、はいはい、バッテリーはこちらですね、G&G さんの 11.1V、はい、11.1 ですね、はいはい、が入ります。ストックパイプに入れて、コネクタはミニコネクタですね、はい、はい、じゃこれでストックを入れます。入れます。あ、簡単ですね、はい、はい、他のストックと違ってここにレバーがついてて、あ、よくこれ取るとき結構大変ですよね、爪引っ掛けたりとか。そうですね、はい、結構楽に入れることができますね、はい、これまあ普通にストックはですね、伸縮タイプになってますね、こういう感じで伸ばせます、はい、それでこの SG1 なんですけど、最大の特徴がこちらになります、はい、なんとここ、六角ですね、5ミリの六角で調整ができるんですけれども、こちらであることができます。山田さんお願いします。はい、じゃちょっと緩めちゃいます、はい、これ緩めるとなんと、緩めるとなんと、はい、 G&G さんやっぱすごいですね、ここ見てください、変わっちゃいます。こんなですね、結構いきますねこれ。そうですね、ここまで行くので、まあ長さも変えれますし、こういった角度の調整ができるようになってます。じゃあこれで一旦締めてもらいましょう。はい、じゃあこの角度で締めます。おお、はい、はい、ってなるとこの状態で、保持できますね。はい、じゃあこれですね、特徴的な、ストックを今下げた状態で、山田さんちょっと構えてみてもらいましょうか。お願いします。じゃあこんな感じですね、感触は。そうですね、まあ、パッと構えたときに目線にトップレールがしっかりと入るので非常に狙いやすいです、ね、この目線とこのレールの高さが一直線になるんで、すごいパラナックスとかも低くなる感じですよね。そうですね、こう構えたときにしっかりと狙える、はい、で、って感じですね、思ったよりこれ肩しっかりつけれますね、逆に。そうですね、はい、あ、ここが曲がってるんですね、なんでしっかり肩付けが、しっかりできるような形になってますね。はい、デンさん、こちらの、はいはい、これはアウターバレルになるんです、ハンドガード。これどっちでも大丈夫ですね、はい、ハンドガード兼アウターバレルです、はいはい、これはなんでこんなにこんな形になってるんですか。これなんですけど、ハンドガード、まあ、いわゆる一般のハンドガードだともっと太いと思うんですよね。もっと太い と、視野がどうしても、狭くなってしまうので、これを補足することによって視野の確保に重きを置いてます。それプラス軽量化になるので、まあ、ウエイトバランスを中心に持ってこれる、これ結構大事なので、このハンドガードはかなりこだわりましたね。こちらグリップは普通なんですけど、はい、トリガーなんか独特じゃないですか。またこれトリガー独特ですよね、はいはいはい、このトリガーもなんですけど、まあ、いわゆる、こちらの SSG1、日本では UAB モデルとしてもちろん販売されてるんですけれども、この SSG1 は、まあ、世界でももちろん販売されるわけで、まあ、世界中の、スポーツエアソフターですかね、まあ、スポーツ系のエアソフターのユーザーの方たちの意見も取り入れた結果、まあ、このような、まあ、日本で弾けるような独特の形状のトリガーを、実現いたしました。なるほど、はい、これは UAB では、はい、使えます。はい、皆さんちょっと誤解あると思うんですけど、UAB1 では日本で弾く、いわゆるこの状態ですね、この状態で弾くっていうことはもちろん禁止です。ただこちらを1本指でしっかり弾くことをしていただければ UAB でも問題なく使用できますので、ご安心ください。じゃあトリガープル実際に測ってみます。はい、こちら上が 569g ですね。はい、じゃあここから下がって真ん中ぐらいで弾いてみましょうか。真ん中ぐらいでトリガープル測ってみます。はい、335。これ上と真ん中だけで結構変わりますよね、はい、そうですね、どんどん軽くなってますね、はい、これが多分ロングトリガーの、特徴の一つだと思います。じゃあ一番下、皆さん気になる一番下測ってみたいと思います。
237。やっぱり上と下で3分の1ぐらい、引き代が変わった、トリガープルが変わったってことなんですけど、まあ、長いトリガーなので、まあ、使う人の自由度が高いってことでいいんですかね。そうですね、はい、これちょっと開けてみてもらっていいですか。はい、はい、これは押せば開くんですよね。はい、押したら開きます。はい、はい、でこの中に、電子基板を入れるので、ストックチューブ内のバッテリースペースを大きく確保することができました。なるほど、はい、ここのネジは、あ、そうですね、ここにネジがあるので、まあ、ちょっと緩んだりした時ですね、簡単に締められるようになってますね。メンテナンスもすごい楽になってます。じゃあ早速山田さん、ちょっと空打ちしてみましょうか。はい、今ですね、安全に配慮してますので一旦ちょっと空打ちしてみましょう。お願いします。はい、じゃあ、はい、中指から。中指から、はい、はい、おお、今次人差し指でいきますね。はい、これキレすごくないですか。キレすごいですね。で中指で打つときとか、うん、人差し指、まあ、人によってですね、人によってこのトリガーを引く場所を変えられるので、はいはい、ああなるほどなるほど、はい、いろんな戦い方ができるかなと思います。はい、そうですね、これ上で引いてもいいし下で引いてもいいってこと、まあ長いのでね、はい、自由ですよね。はい、はい、これ中指の状態で下って引けます。中指の状態で下って引けるんですね。はい、はいはいはい、早いですね、やっぱ切れいいっすね。はい、でね、指についてきますね。うん、お、すごい。こちらフラッシュハイダーは交換できるんですか。はい、そうなんですよ、これ、UAB だと、まあ、トレーサー必行というか大会に出るにはトレーサーが必要なんですけど、これがですね、このアタッチメントで簡単に、トレーサーがつけれるようになってますので、ちょっと山田さんやってもらいましょうか。はい、まず、はい、この芋ネジですね、こちらを外してもらいます。はい、こちらを緩めまして、はい、緩めて、はい、そうですね、こうやって簡単に、ハイダーが取れます。はい、はい、で、この芋ネジですね、もう一個、はい、芋ネジを外してもらいます。はい、そうすると、ここですね、ここが回してもらうと取れます。はい、取れました。で、こことこのパーツをですね、交換してもらってつけてみましょうか。はい、はい、アダプターをまずハイダーにつけます。はい、先にですね、ハイダーにつけます。はい、はい、ここで止まりましたね。はい、はい、止まったら芋ネジを、締めます。はい、芋ネジを、はい、締めます。はい、締めました。はい、で、これインナーバレルはこれアルミ製になってますね。インナーバレルはアルミ製になってます。はい、はい、じゃ、これを、はい、入れます。はい、入りましたね。はい、つけて、はい、この、はい、はい、トップレールの位置を合わせて紐ネジで固定すると。はい、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 固定できました。そうすると中に、ネジ切りがしてあるので、今度出るトレーサーですね、はい、G&G さんから、次に出るバージョン2のトレーサーなんですけど、こちらは UAB の公認、になっておりますので大会で使用 OK となります。なのでここのネジにトレーサーをあとは入れるだけでコンパクトに収納できるようになってます。でですね、まだ G&G さんのトレーサーがまだ、販売前なので、こちらでちょっと代用してみますね。 A ステックのライター S ですね。山田さん、はい、ちょっと中入れてみましょうか。はい、はい、こちらは先端から、あ、先端から入るんですね。はい、で 14mm のネジ切ってあります。はい、14mm のこちらは逆ネジですね。はい、このような感じでぴったりと、あまり隙間なく入りましたね。はい、これもちろん G&G さんから今度出る、トレーサーのバージョン2なんですけれども、専用設計になってますので、しっかり、こちらにフィットするように作られているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。じゃあ実際にマガジンに弾入れて、初速測ってみましょうか。はい、はい、で今回使用する弾は、丸いのベアリングバイオ弾の 0.2g ですね。はい、あ、やっぱり見えますね、しっかり、はい、入ってくるの見えますね。50発ぐらいで、はい、50発ぐらいにしましょうか。ますね、はい、これ裏ももちろんなってるんですかね。はい、あ、なってますね、見やすいですね、やっぱり。はい、
で和室温は 30.5 度、湿度が 49% です。 88.67、 88.27、 88.48、 88.78、 88.55、 88.46、 88.53、 88.53、 88.55、 88.44 です。それではフルオートで発射サイクルを測ります。1436です。これなかなか早いですね。やっぱ 11.1 使ってるのもありますけど、秒間でいうと大体24発ぐらいですかね、秒間24発なので、まあ、かなりのハイサイクルになっております。では、実際に山田さん撃ってみましょうか。ですね、今ですね、距離なんですけど14メートル、命中精度を見たいのでバイポッド使用して撃ってみたいと思います。では山田さんお願いします。はい、ありがとうございます、はい、では実際に弾道を見ていきたいんですけれども、14メートル先の9センチの的に向かって撃っています。弾はですね、 BB 弾は、視認性を良くするために東京丸井の 0.2 グラム窒光 BB 弾使っております。では山田さんお願いします。はい、では実際に打ってみましたが、やっぱりキレがいいので自分が打ちたいと思った時にすぐ球が出ますね。また初速の安定性がいいので、やっぱり狙ったところに同じところに毎回飛んでいってすごく気持ちいいと思います。それでは模型パドックの店員さんで UAB の経験もある岩崎さんにちょっと打ってもらいます。どうぞ。はい、めちゃめちゃ感触がいいですね。気持ちよく打てます。早い。気持ちいいですね。どうでしたか？すごく弾道が安定しているので狙ったところにピシッと行く感じがしますね。うん、すごい扱いやすいです。トリガーも軽いんで僕は結構好きなトリガーフィーリングですね。それでは実際に精度は良かったので UAB のフィールドで使った時にどんな感じかちょっと見てみましょう。じゃあ実際にこの UAB バリケードを使って、ちょっとしたテクニックやりたいと思うんですけど、この斜めになってるストックがどんな利点があるかっていうのを実際インストラクターの方にやってもらいましょう。はい、はい、お願いします。では技術としては、目だけで相手を見ていて見つけた瞬間に鉄砲を上げて撃つとですよね。技術ですね。これストレートストックだと首が当たった、顎に当たっちゃったりとかいろいろあると思うんですけど、斜めになっていることによってすぐにやりやすいってことですかね。はい、ストレートだとちょっとこうやっぱりこう、顎のフェイスガードに当たってしまうので、なので下に下がっている分ここから上げやすいと。だもう見つけてすぐにこう打ちやすいってことですよね。はい、はい、
ペイン。山田さん、どうですか、はい、実際にレビュー動画だったんですけど、これ使ってみてどうでした？そうですね、やっぱり段落ちというので、うん、まあ、途中やった技術の面であったりとか、あとやらせるんですよね。そうですね、うん、精度もいいですし、やっぱレスポンスですね、やっぱ重視するのはレスポンスなので、うんうん、レスポンスの良さというので僕は非常に使いやすかったですね、うんうん、まあ、もう本当見て通り取得の自由度高いですし、まず軽いってことから、まあ、いろんな、まあ、初心者からもちろん、サバイバルゲームをかなりやった方までいろんなプレイスタイルに合わせて、まあ、使用できるのかなっていうのが大きいかなと思いますね。いろいろメリットあると思うんですけど、逆にこれ使ってみて気になる点とかって山田さんありましたか？気になるところは、うん、言っちゃっていいですか？いいでしょう。はい、ちょっとですね、うんうん、ここのストックの基部がこれ今結構締め込んでるんですけど、締め込んでいてもこのガタつき、うん、あ、若干ね、はい、うん、あ、これか、はいはいはい、がちょっとあるので、うんうんうん、やっぱりこうストックがずれてしまうのはあまり気持ちよくはないかなと。そうですね、まあ、このストックのガタつきですね、まあ、ちょっとこれが、まあ、ちょっと気になるかなっていう感じですかね。はいはいはい、皆さん本当にご視聴ありがとうございました。じゃあ次はフィールドでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。